前回はお二人の仕事観についてお伺いさせていただきました。でもそのすごく今までの成功事例にとらわれないであるとか、自分を知るために日記をつけるっていうのはちょっと僕らもすぐに、まあ、ちょっと習慣化するのは難しいですけど、手を出すことはできるなっていうので、ちょっと自分を知ろうっていう気になりましたね。気合ないとなと思いました。日記っていうとすごいハードル上がっちゃうんで、なんかこう寝る前にメモを書く癖みたいな、気づいたら日記になってるんですけど、で前回の話もたくさん出たんですけれども、これからの社会で求められるスキル、中川さんはこれからグローバルで活躍するにはこんなスキルやっぱりないとなっていうのはどう思いますか？そうですね、さっきの、まあ、英語ももちろんあると思うんですけど、それ以外になんかこう僕たちはやっぱり言ってそのものづくりをちゃんと作り込める人っていうのはすごく重要なんじゃないかなと思っていて、最近の若い子とかって例えばスタートアップすることが目的だったりとか、IP をすることが目的だったりとかって、その目的の場所がちょっと違くなってきてるなっていうのをすごく感じていて、なんかもっと働きやすい環境、働きやすさっていうのがすごく重要だと思うんですけど、でもそれがそういう働きやすさになりすぎてて、働くことの価値を減らしてる気がすごいしてるんですよね。だからその手法とか方法の方に目が行きがちになってしまう。なんかこうだから本当本質の愛情、仕事の愛情だったりとかコンテンツの愛情だったり、そういうことがすごく本当一番重要で、それって日本だけじゃなくて世界につながるきっかけなんじゃないかなと思いますね。その自分がやっぱりなぜこれを選んだかっていう本当根源的なことですね。そうですね、大事だと思いますね。そのスタートアップなどある中でいうと、今ってこれからは01を一緒に作れる時代なんじゃないかなと思っていて、でそれである意味コンテンツ側にとってもプラットフォーム側にとっても新しいビジネスチャンスがどんどん生まれてきて、どっかにあるんですよ。やっぱその僕らみたいな仕事してるとスタートアップとか IT 系の人たちのマネー、お金の集め方とか広げ方ってものが楽しそうだし羨ましいし、でもああいうやり方じゃないやり方もあるしなって思っちゃったりするのもあるんで、だからこれからそこのゼロから一応一緒に作っていくチャンスはすごく逆に生まれてくる時代なのかなと思ってるんで、その自由をどれだけこう拡大解釈することができるか、今自由なことを変な方向に自由がいっちゃってる気がしてて、それをちゃんと自分にとっての仕事だったりって方向へも自由を使っていくべきなんじゃないかなと思っていて。なるほどですね。その好き勝手と自由はまた違うっていう部分ですよね。そうですね、と思いますね。ありがとうございます。どうでしょう前田さん、スキル、もはやスキルとかじゃなくて、例えるならあれですね、そのコンパス、その海に出ていくとして、コンパスと燃料、この2つ以上ですね。つまり指針になるものとエネルギーっていうことですか？そう、なんかこう人生において、これ本当人生っていつの間にか自分が海に出てるじゃないですか。そうですね。コンパスなくって海に出てる人が多いんですよね。逆にそのない何もなく海の上をこう漂流する人生って素敵だなって感じる方は、そういう価値観なんですよね、多分自分自身が。それはそれで僕すごく素敵だと思うんですよ。それを否定してると思われたくないとか、なるほどなるほど。つまりその自分の人生の手綱を自分が握ってるかどうかというポイントが一番大事。なるほど。でもその感覚は中川さんもかなり理解できる部分じゃないですか？そうですね、同じで僕もゴール決めないって言ってるタイプなんで、僕らって目標決めたらそこで終わりになっちゃうのはそう嫌だなと思ってて。なるほどなるほど。よくなんかこう遊びシステムって行き急いでますよねってすごいインタビューで言われたんですけど、行き急いでんじゃなくて自分たちの速度で生きていて、自分のことやってるから、それを判断すること自体がなんかこう嫌だったんですよね、判断されること自体が。なんかすごいいいなと思うの、決めないと決めてるんですよね。そうですね。そうじゃないとブレるんですよ、決めないことを決める。そうです、決めないことを決める。でも結果的には決めてるんだけれども、そう、っていうところですよね。ブレないことは大事ですね。いや本当そうなんですよ。 だからもうこれだ。あ、でもこれなんじゃないですか、やっぱ二人に共通するのはブレてないっていう。あ、そう、それはすごい大事かもしれないです、では次に聞きたいのはですね、今後皆さんが考える将来の展望について聞かせていただきたいと思います。今のなんか日本の風潮でいうと、やっぱり2020年代一歩のなんかこうゴールになっちゃいそうな気がして、すごく怖くて。すごくそれは感じますね。すごく大事でいい年だと思うんですけど、やっぱオリンピックで日本で行われることによって、そこがゴールになっちゃうような気がしてね、そうなんないように自分たちはやっぱコンテンツを作ってる立場なので、2021年に日本に来るためのなんかとか、2021年以降に日本の魅力を発信する何かみたいなことってのは万全でやっていきたいなって常に思ってますね。なるほど、ありがとうございます、はい、前田さんはいかがですか？僕も明確で、もう日本初世界一を作る、おこれですね、今だとすると僕やってる少量の、ライブストリーミングのサービスがあるんで、これは日本初ですと、
でこう日本初のサービスを、まあ、世界に持って行って、そこで、まあ、世界一の、まあ、僕は事業会社なんで、まあ、事業価値がつくわけなんで、事業価値で、まあ、世界一の規模にするとか、例えばそれがショールームってブロードウェイだよねとか、まあ、例えばそういうことですね、うん、ありがとうございます。ではですね、そんなもうまさしく直感と理論派のお二人なんですけれども、日本がもっと面白くなるグローバルなアイデアってお持ちなんでしょうか。これからはもっとそのいいものに対していいクリエーションだと思っていて、それをやっぱこう、なんていうんですかね、いい意味でこう融合させて見せていく。やっぱり日本って業界がすごい強いから、うんうん、縦でやっちゃってもすごく多いなと思って、例えば国のこともそうですよね。このクールジャパンのいいやってって思うんですけど、その省庁ごととか、はい、いろんな場所にいろんなことがあって、目指してる一つなんですよね、はい、日本をもっと日本に来てもらう、日本をもっと世界に知ってもらうってことなんですけど、そこを 横串でつなげられることをもっとやるべきだなってすごく思ってますね。なるほど。なんかアイデアというよりはそういった仕組み作りをしていくと、そうですね、だから僕たちが言って、もしもし日本もそういう意味を込めていて、いろんな業種いろんな方と混ざっていくことによってのこうカラカンの起こして先に進んでいくみたいなことは重要だなと思ってですよね。ありがとうございます。じゃあ続いて前田さん、どうでしょう、グローバルなアイデア気になっていること、こういったアイデアが、日本人のプライドがもっとなくなっていくといいなって思ってます。あ、なるほど。経済学で、はい、コンドラチェフの名前聞いたことあります？全く今あの何をおっしゃったかも分かってます、はい、景気の波には、まあ、5年の周期があったりとか、まあ、それこそ長いものだと50年の周期ってあるんですよ。で50年の景気のサイクルは何が牽引するかというと、イノベーションが牽引します。ほう。ライト兄弟がこう飛行機を飛ばすとか、うんうん、ベルさん電話を開発する、ああいうのが起きるんですよ。ああいうのが50年以下が起きると、こうそのイノベーションが、まあ、こう景気をまあ着火させてこうの伸ばすっていうことを言ったのがコンドラチェフさんっていう人だから。あ、なるほど。コンドラチェフさんが50年に1回来るんだよと。大体優秀な人は20代30代で一つの成功体験を形にするわけですよ、はい、そしたらその成功体験に基づいた、あ、50年その後あるってことですか。ルールがあるじゃないですか、はい、まあ、例えば CD 業界というところで成果を出したら、その CD 業界って仕組みは壊したくないですよ、うん、だってその成功体験やっぱずっと保ちたいじゃないですか。確かにそうですね。だから CD の売り上げが下がることを有識状況って言っちゃうんですよ。全く有識ことはないです別に。ただ新しいものが生まれ始めてるのに古きものが通用しなくなったっていうことなんですけど、そのこだわりがなくなるタイミングっていうのは大体のパターンにおいて、その20歳30歳の人が80歳になるとき、うん、まあ、力が弱まるとき、はい、でそのコンドラジェフの波を無視してイノベーションを起こす人っていうのは、なんかそういうとにかくプライドなく、うん、新しい変化に順応してこれだなと、今の時代はこれなんだっていうふうに気づいて、過去の成功体験とかも全部捨てちゃってそれやるっていう。普通だったらもう一回キャリー2キャリー3作ろうって思うところを、うんうん、もうそうじゃないんだなと、うん、もうキャリーのモデルは一旦こう置いて新しい何かを01で作ろうよって思えるっていうのが、ある種のプライドのなさを感じるんですよね。すごい、現れないというか、すごい、これは言うは安じゃないですけど、本当にやるのむずいと思います。ではですね、このボリューム4、そのグローバルにしていくにはどうしていけばいいのかっていうところを、まあ全体的に通してですねお話を聞いていくと、やっぱりすごいことをやっているお二人っていう色眼鏡を最初つけて見てしまうのがあると思うんですけど、やっぱりお二人ってなんか難しいことはしていないけど、本当に根源的な自分を知ること、自分に正直であることっていうのを本当に曲げずに、でもその変わらないのは自分の在り方でも、やり方を変えていくっていうことを、すごくその日本だけじゃない、でも海外だけでもないっていうのをですね、うん、この4つのトピックスに分かれてお話を伺っている中でですね、そういったことがこれからの社会で必要な能力なんじゃないかなというふうに思いました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。